も高いです。ストライキ起こしたくてもできないわけ。この本のまとめを紙にまとめたので今から読みます。労働組合法8条使用者はストライキその他の協議行為であって正当なものによって損害を受けたことのゆえをもって労働組合またはその組合員に対し賠償請求をすることができない。日本の労働組合の組織率は全体で 17.3%、 1000人以上の企業だと 65% 近く、100人まで 1% 未満、ほとんどの職場に労働組合がない。100名を超える企業には 25% に労働組合はあるけど、平均すると 3% くらいしか労働組合はない。就業規則調査3700社ほどの回答、全国の会員数4万6000社中社員数12万の会員企業というのは半数、2万5000社が12万、会員数12万の企業は 48% が就業規則を作っていなかった。労働基準監督署への提出義務はないというだけで、提出義務がないイコール作らなくてもいいという勘違いをしている。企業に利益が出た場合、中小企業の7割が給料で還元してあげたいという考えていますが、大手企業の場合は3割程度しか給料で還元することを考えておらず、ほとんどの企業は搾取しか考えていませんでした。取引条件の完全には 3% のトリクルダウン効果が出てないという仕組みになっています。ただ大手の労働組合においても6割ぐらいしか、6割が要するに企業側に有利な人材を揃えているために交渉するにもしても上に声が届かないっていう状況になっているので、多分大手の上の人ほど労働組合はいらないって思ってるかもしれないけど、おそらく声が届かないシステムを作っている大手の幹部もしくは社長に問題があるのではないかということで、こういう本読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。